言っただろう。ハスマリーの研究をよみがえらせたいと。あれは稀有な高純度の結晶だ。すでに叱るべき舞台に置いたよ。発動をさせれば桁外れに強い音波が放たれる。そして各地の音波増幅マシンを経て島の隅々まで行き渡り、三神楽島の人々は軒並み強化する。ただな、ルーク、それは俺の望みじゃない。お前のコードがあれば人々は強化でなく安らぎの道をたどるんだ。皆一様に手をつなぎ、管理と統制の下で平和に過ごせる。それこそが絆計画の本質。三神楽島は栄えある第一実験場だ。親父たちの研究使って好き勝手させるかよ。野暮な計画は断固阻止させていただきましょう。守り手の底力、今見せないでいつ見せるってな。ルーク、てめえも覚悟を決めろ。ファントムぶっ潰して絆計画を止めるぞ。アーロン、みんな、僕たちが止めるべきは父さんだけじゃない。イアンが教えてくれたんだ。ファントムの影にもう一人いると。ふん。ちなみにチェズレ、この町のゴミの焼却をストップさせたいんだけど、こういうのは集積所に言えばいいかな。視聴者で良いのでは。爆発物を捨てたとでも嘘ぶけば安全のために停止せざるを得ないかと。よろしければ私から連絡しましょうか。頼む。承知しました。電話を入れてきますのでしばしお待ちを。もしもし、
至急お知らせしたいことが。ゴミが何だって？土地狂ったのかてめえ。違う、思い出したんだよ。僕はエース本社のゴミ捨て場でイアンに救われた。ダストシュートから落ちた僕をイアンが最後の力で受け止めてくれたんだ。だけど僕はすぐ意識を失ってしまって、目覚めた時にはもう彼の姿はなかった。多分コンベアで集積所へ運ばれてしまったんだ。なるほど。それでゴミの焼却を止めたいにつながるわけだ。ファントムの影にもう一人。イアンは確かにそう言ったのか？ああ、しかもそのもう一人はアッカルドの長男らしい。カルドの長男。フーガの野郎が暗殺したって話じゃなかったか？いや、どうもカエンが秘密裏に亡命させたらしい。ハスマリー。偶然じゃなかったんだな。モクマさん、実のところちょっと不思議に思ってたんだ。ハスマリーで行われていた脳の研究、その原料はアマフリ隕石だったわけだが、アーロンの親父さんたちはこの極東の島にしかない隕石をどこで入手したんだろうってね。ちなみにカエンはアッカルドの赤子をハスマリーへ送るとき、お守り代わりにアマフリ隕石を持たせたようなんだ。どんな物質で試してもうまくいかなかったのにな。まさか見るに見かねて引き取った異国の赤ちゃんが新元素をもたらしてくれるなんて。あのガキか。マジかよ。あのガキ覚えてねえか？研究所の奥にあった無菌室、赤ん坊が寝かされてただろう。研究所の奥、ああ、いた、確かに。じゃ、あの子がアッカルドさんの息子。そして今やファントムの共犯者。ゴミの焼却システムは無事に止まりましたよ。ありがとう。ねえボス、あなたもう分かっているのでしょう？アッカルドの息子の正体。マイカの里で命を落としたと見せかけてご神体を持ち出したファントムの共犯者。マイカで命を落としたと見せかけた。おい、まさか。そうか、年頃もちょうど合うな。最後にルーク、僕と手をつないでくれる？シキ、いよいよ明日は大祭神楽です。待ちに待ったお祭りの見どころを今夜はご紹介。アワスエヒス、マイカの祈り、柵の痛みを見空に返し、今日は雲間に眠ります。
最初の記憶は巫女の歌、温かな水に包まれながら僕は優しい歌声に耳を澄ましてた。水から出たらとてつもなく不安になった。寒くて静かで恐ろしかった。こんだけ金積まれちゃしょうがねえ。お望み通り赤子はハスマリに連れ帰ってやる。だがそっから先は知らねえぞ。外国人の捨て子があの紛争地帯で何日もつかねえ。それも宿命。もとよりこの島では生きていけぬ子供だ。どんな物質で試してもうまくいかなかったのにな。まさか見るに見かねて引き取った異国の赤ちゃんが新元素をもたらせたなんて。おお、見よこの赤子。我が軍が誇る大爆撃の中をただ一人生き残りおった。地獄の申し子、鬼の化身、気に入ったぞ。この子供はハスマリー軍が引き取る、兵器として育て上げるのだ。ハスマリー国内のコンピューターを一斉ハックしたそうだな。その年で全く末恐ろしい。だがそんなことを命令した覚えはない。軍部のメインコンピューターにまで侵入しよって。何が目的だ。僕、ろくに口も聞かず不要なことばかりやらかしよって。兵器は兵器らしく使い手の意のまま動けばよいもの。いかに能力が高くとも貴様はでき損ないだ。失敗作だ。いや、誰？ファントム。兵器として与えられたコードネームだがね。兵器？あなたも？ああ、俺も猿大国の兵器として生きていたよ。じゃあ命令されて僕たちを殺しに来たの？いや、祖国からはだいぶ前に縁を切られてね。だから今は自分の考えで動いてる。刑事になってみたり、養子を取ってみたり、マフィアの振動を潰してみたり、そして今はここにいる。なぜ？君のルーツを知りたいからだ。正しくは君がもたらした新元素のルーツをね。あ、君はもう知っているはずだよ。自分がどこから来たのか、何をこの国にもたらし、その結果どんな研究が生まれたのか。それを調べるためにあらゆる情報をハッキングしていたんだろう。ああ、教えてくれないか、君が持っていた新元素、その鉱物の出所。三神楽島っていうところ。三神楽島。僕も連れて行ってくれない？ああ、構わないよ。故郷が見たいのかな？つながりたい。ん？僕は出来損ないで失敗作で誰ともつながれないんだ。でも
でも御神楽島になら僕と元々つながってたはずの人がいる。あそこにいるのがアッカルト氏だよ。話したかったんだろう。行っておいで。教えてください。どうしてあなたは子供がいらなくなったの？君は何を言っているのかね。失敗作だったから。どこを直したらもう一回つながってくれる？社長、もしかしてその子隠し子だったり。まさか息子はいないよ。お父さん、新しい歌習ったんだ。また練習見てくれる？いいとも。だが今この男の子と話していて。あ、君。とても可愛い女の子だった。あの子があなたたちの子供なんだね。僕じゃダメだったんだね。やっぱり僕は誰とも繋がれない。そんなことはないさ。俺に協力しないか。平和と安らぎの中で皆と手をつなぐために。明日の大祭神楽が本当に待ち遠しいですね。メール、アカウントに。もしもし。式だね。バレちゃったんだね、あのガキ。シキ、聞きたいことがたくさんある。でも今は一つだけにしておくよ。何？君を助けに行ってもいいか？助けに行きたい。いいかな、シキ。何を言ってるの？僕は絆計画のためにあなたたちを騙してたんだよ。ああ。でもイアンが言ってた。君はひどく苦しんでると。それに君は僕の呼びかけに応え、こうして連絡をくれた。仲間の助けが必要だからじゃないかな。おめでたすぎるよ、ルーク。そうかもしれない。でもみんなを守るのがヒーローだろ。が入っていなきゃみんなじゃないんだ、シキ。これだよ。これでこそって思ってるくせに。メテオフロートの塔はそれ自体が巨大な装置だ。僕は今その塔の根元にいる。ここから装置を起動して御神体に動力を送り絆計画を実行する。僕の元に来るのなら星に触れて。桜とモミジの間に光る星だ。それは一体？ルーク、僕は助けなんていらない。ただ知りたいと思う。あなたたちと僕たちの
どっちが正しいのか。だから止められるものなら止めてみなよ。あのガキ。桜とモミジの間に光る星。ここで頭をひねったところで答えは出ない気がしますね。どのみち絆計画阻止のためにはメテオフロートに上陸する必要があります。話はそれからかと。そうだな、島の人たちのためにも四季のためにももう一刻の猶予もない。乗り込もう、メテオフロートへ。サムとマイカの人が交流してる。見えたぞ、敵の喉元へ迫る唯一の道が。絆計画を止めるために本物の絆に頼ろう。ボンド諸君、乗れ。社長は遊びを通して伝えたかったんだね。マイカの伝統、ブロッサムの感覚、どちらも等しく尊い。マイカの紋とブロッサムのロゴが一つになって、中心に星ができてやがる。僕の元に来るのなら星に触れて。桜とモミジの間に光る星だ。あ、桜とモミジの間に光る星。塔の根元、広場の下の隠し部屋。なんでアッカルド社長はこんな部屋を作ったんだろう。隕石装置の動力源を置くにはもってこいだったけど。資金、動力源ね。そりゃてめえの横にある機械のことだな。ならそいつをぶっ壊せばクソったれな計画は止まるわけだ。そうだよ。でも僕が指をくわえて見ているとは思わないよね。あっ、そのロボ団体様だったんだ。一機しかないように見せかけてたし、自力で爆弾を起爆できないなんて嘘もついた。それともう一つ、今は
触ったら死ぬレベルの電圧が流れてる。てめえ、電流、刃物との相性は最悪ですね。シキ、僕たちは君と戦いに来たわけじゃない。言ったはずだ、助けたいって。僕も言った、助けなんていらないって。君は本当に絆計画の実現を望んでるのか。そうだよ。なぜだ、計画が発動すれば人はみんな感情を失う、全ての絆が消えてしまうのに。逆なんだ、僕にとってはみんなまっさらになる。僕もまっさらになる。みんなと僕は同じになる。そうして僕は初めて初めて人とつながることができる。なんで、なんで、なんで僕は誰ともつながってないの。それがお前さんの苦しみの正体かい。なるほど、ファントムにつけいられるわけだ。シキ、君はとっくにつながってるじゃないか。僕たちとも、イアンとも、マイカの人たちとも。そんなはずない、つながってるはずないよ。僕は嘘をついてた、自分のためにみんなを騙してた。シキ、人でなしは人とつながれない。出来損ないは人とつながれない。産んでくれた人さえ捨てたくなるような。失敗作は。シキ、待ってくれんか。アッカルド社長も泉様もお前さんを捨てたいなんてみじんも思っちゃいなかった。二人とも息子は死んだと聞かされたんだよ。お前さんもマイカでそのことを知ったはずだろ。お前さんを失った泉様の悲しみの深さは俺がよく知ってる。シキはマイカで真実を知るまで両親に捨てられたと思っていたのか。時に皆さん、そこの時計の中央にある特徴的なくぼみ、見覚えがありませんかね。はあ、んな時に何の話だよ。んな時だからこそですよ。ボスが似たような形のアイテムをお持ちのはず。よければお預かりしたいのですが。これのことか、エース君倉庫で拾った。恐れ入ります。0604我が声、アッカルド社長の遺品でしたね。そちらの時計のくぼみにぴったりな形だと思われませんか。確かに。動き出した。こりゃまるでからくり部屋だな。まさしく。そして素直に考えればからくりのトリガーはこれ。坊や、お帰りなさい。帰ってくるのを待ってたわ。今日は何をして過ごしたの。
ほら、お父さんも声をかけてあげて。うん。いい日だったかい、坊や。夕飯を食べながら、たくさん話を聞かせておくれ。この声、アッカルドさんと。泉様だ。何これ。何ってボイスメッセージでしょう。時計仕掛けのね。さあ坊や、目を閉じて。今日は雲間に眠ります。どんな夢が見られるかな。きっと楽しい嬉しい夢だね。おやすみ坊や。決められた時間に決められた声が流れる仕組みか。坊やつうことは、ああ、これは息子への語りかけだ。アッカルド夫妻はマイカとブロッサムの圧力が元で我が子の命が奪われたと思っていた。その魂を慰めるため融和の発信地に息子の居場所を作った。ルーム0604。おそらくあなたの誕生日だと思いますよ、ハッカー殿。そんな。おはよう坊や。朝ごはんの前に上の広場へ出ないかい。三日倉島を眺めながら一緒に祈ってくれたら嬉しいわ。三日倉島のみんなが今日も笑顔で過ごせますように。坊や大好きよ。やめて。今日も明日もいつまでも変わらず愛しているよ。やめて、やめて。四季、がっつりつながってんじゃねえかよ、クソガキ。こんな計画に乗り上がって何倍も苦しむ羽目になってんだろうが、とっとと引き返せ。出なきゃ腕ずくで引き戻すぞ。戻れない、引き返せない。僕はたくさんの人の不幸に関わってきた。たくさんの死に見て見ぬふりをしてきた。アッカルド社長の死にも。まずいな。あのロボット、感情と連動しているという話でしたからね。来ないで。聞いてくれ、シキ。頼む。懐かしいやりとりだな。君は戻れる。引き返せる。どんなに怖くても、罪悪感で苦しくても、向き合っていける。そのための力が、絆だ。君との絆があったから、僕たちは今ここにいる。君を助けるためにここにいるんだ。通してくれ。ありがとう。君が望めば手を差し出す人は必ずいる。最初に、シキ、僕と手をつないでくれるか。
れは何かのトラブルでしょうか、それとも演出。大祭神楽開演寸前にしてメテオフロートの電気が一斉に消えました。なるほど、そっちを突き崩したか。なら、おそらくこれも無効化されてしまったな。これで絆計画は止まったんだね。うん、停止のプログラムを入れた塔の自爆スイッチも無効化したよ。自爆スイッチ？ファントムが持ってた絆計画が失敗した時のために。ルーク、あの人は多分自分の命でさえ何とも思ってない。小さい頃から兵器として育つと、ちゃんと育つとそうなるのかも。兵器？うん、ファントムは昔大国のスパイだったって、子供の頃からそうだったってちゃんと聞いたことないけど、僕よりもずっとひどい目にあったみたい。心を殺すために、自分をなくすために、優秀な兵器でいるために。ルーク、ファントムは塔の屋上にいる。スイさんもそこにいるんだ。僕はスイさんを共犯者にしたかった。僕と一緒に絆計画の起点にいてほしかった。シキ、大丈夫だ、必ず助ける。みんなを守るのがヒーローだ。だからただ一人になって背を向けたくない。誰の命も諦めたくない。いいかな、アーロン、モクマさん、チェズレ。いいかなた、今さら何をほざいてやがる。ルーク、お前さんは脇目を振らず屋上に急ぐんだ。道中の雑魚は私たちが引き受けます。我らがボスの望みが叶わぬことも。スイさん、よかった、無事だ。いや、待ちくたびれたよ。父さん！まだ俺をそう呼ぶのか。呼び返そうにも、俺はお前の名を知らない。それ、受け取れ。あ、その銃で俺を撃て。グズグズしてると飛び降りてしまうぞ。何を言って。お前の働きは鮮やかだった。最後にけじめをつけろ。その方が手柄も大きい。今日銃を捨てるのは二度目だよ。刑事の風上にも置けないやつだ。じゃあな。ま、ああ、止めたいなら止めてもいい。だが、この音を聞いたな。次に俺の手を取ればお前は全てを失うよ。何？お前に仕掛けてやった記憶を取り戻す際にスイッチを切り替えると
効果が逆転するようにしてやったんだ。つまり次にこの手を取ればお前は生まれてからこれまでの全ての記憶を失う。俺とつながったら最後全ての絆が無に帰すわけさ。ごめんだろ、そんなのは。父さん、たとえ全てを失っても大事なものは相棒が、仲間が持っていてくれる。何者でなくなっても、自分の価値が分からなくなっても、僕は立ち直れる。何度でも絆を結び直せる。だからもう迷わない。守るんだ、全てを。全てを忘れる、失ってしまう。いや、違う、蘇る。ルーク、起こしてごめんな。うなされてるもんだから。怖い夢でも見たか。よしよし。忘れるなんて嘘じゃないか。これまで通り昔の記憶が蘇っただけだ。すまないな、人をたばかるのが癖なんだ。いい脅しだと思ったんだが、こうも迷いなく救いに来るか。当たり前だろ。僕は父さんに育てられたヒーローなんだから。お前の言葉が響くような父親ならよかったのにな。父さん、代わりと言ったらなんだが、覚悟ある行動には応えるとしようか。負けたよ、ルック。
歌姫さん、災難だったな。この声、なでしこさん？ああ、今、君の頭上にいるよ。間もなくパトカーも到着する。これにて一件落着となるはずだ。そこで君に一つ相談したいことがあってね。何？せっかく中継の設備が整っているんだ。このままディスカードの検挙劇を放映してしまおうと思っていてな。島の闇を、スキャンダルを、三日倉の皆に突きつけるんだ。それものすごい騒ぎになりそうだけど。この島の新たな門出のためさ。今日はやはり大祭なんだよ、歌姫さん。幕開けくらいは物騒な絵じゃなく君の歌で迎えたいところだ。わかった。私の歌でいいなら送りたい。前へ進もうとしている三日倉の人たちへ、去っていった優しい人たちへ、それから、それから私の、私たちのヒーローへ。ホズレ様、みんな始まったぞ。ん？塔の電気は消えたままなんだ。何でも良いではないか。ほら、水様だ。もう、今日は一段と眩しい。水様、万歳。マイカに万歳。ブロッサムにも万歳じゃな。三日倉島、万歳。この島と島に生きる全ての者たちに幸よあれ。何度聞いてもしみるね、あの歌声は。一区切りだな、ルーク。お前をリカルドに行かせてよかった。もう一度会えてよかったよ。ま、死んでも言わねえがな。いつまでこうして繋いでるんだ、手錠代わりか。父さん、父さんはこれまでに数えきれない人たちを苦しめてきた。父さんの身柄はなでしこさんに、信頼できる警察機関に引き渡す。ああ。だけど今でも思ってるよ、小さい頃父さんとつないだ手、あの絆が孤独な僕を救ったと。どうかな。お前の感情はお前のものだ。できることなら僕も子供の頃の父さんに会いに行きたい。孤独な少年の手を取りに行きたい。だけどそれはできないから、代わりに未来に向けて手を差し出すよ。父さんや父さんに似た人がぬくもりを求めたとき、必ずその手をつかめるように。それじゃあ、なでしこさん。ああ、ファントムへの伝言があれば聞いておくが。ありがとうございます。でも伝えたいことは全て伝えました。父さんをよろしくお願いします。
なんか各国から身柄引き渡しの要請が来てるんだって。ああ、無論全て跳ねのけるがね。奴の罪はこの島で裁くさ。なでしこ長、どうかご注意。ファントムがその気になれば脱獄など造作もないことです。だろうな、そこの犬だって脱獄してんだ。やったな、確かに。こっちもアウトローの集まりだったからね。だが同時に全てを守り抜いた最高のチームだ。寂しくなるよ、ボンド諸君。僕らもです。だけど僕、なぜか確信めいたものがあるんですよ。そう遠くない日にまたみんなと会えるっていう。だからその時が来るまでどうかお元気で。ゴンゾーさん、汚職議員の件だと芋づる式に分かったから、リストを打ち出しておいたよ。これは早い。なでしこ総監も舌を巻くでござろう。しかしよかったのか、式殿、空港へ見送りに行かず。僕は本来檻の中にいるべき人間だ。警察には協力するけど外には出ない。今度こそ人の役に立って少しでも罪を償って、いつかルークたちに笑顔で会える自分になりたい。スイさんにも。うん、拙者もでござるよ。スイ様からはよく電話がかかってくるそうな。どんな話をする？僕の方はいつも言葉に詰まってうまく話せないんだけど、毎日言ってくれるんだ。おはよう、おかえり、おやすみ、愛してる。戻ったぞ。ああ、シキ、来ていたか。ちょうどよかった。ぜひ警察に協力させたい男がいるんだ。君のようにな。え？おい、奴を通してくれ。この男が組みせば、それは大変な戦力になる。だが、交渉に難航していてね。元同僚から解き伏せてくれないか？愚にもつかん。こう捨てろ。命令に疑問を持つな。己を消し去り道具として生きるのだ。お前は幻、幻影だ。いや、あんな声こそ幻だよ。遅くなってごめん、会いに来たよ。さあ、僕と行こう。これからはずっと一緒だ。僕とヒーローになろう。